日本中央バス。日本中央バス株式会社。日本中央バスは、群馬県を中心に、貸切バス、路線バス事業を行う会社である。本校ではグループ会社の日本中央交通により、運行されている路線についても寄する。一般路線バスにおいては当初は、貸切免許、当時による21条バス、廃止代替バスが多く、道路運送法4条に基づく。 一般乗り合い路線免許。当時による路線は、1997年取得の奥、他の線が初である。他の21乗バスも2006年10月の法改正により、一般乗り合い旅客自動車運送事業の許可形態に移行した。前橋、高崎地域のバスで利用できる、群馬県共通バスカード群、ネット加盟事業者。群馬県内発着、東京、 埼玉発着の高速バスも運行している。待合所、案内所を持つ発着所であるバスセンター。高崎は市街地に立地し、前橋は郊外にある。高速バス車両の車体には出発地と終着地を表記した都市の文字が施されている。各路線が停車する藤岡インター、パーキング日高、前橋バスセンター、バスターミナルオ田、立林バスセンターでは、 パークライド用の被告駐車場があり、バス利用者、及びその送迎車が利用できる。栃木県、群馬県と愛知県名古屋市、石川県金沢市、奈良県奈良市、京都府京都市などを経由し、大阪府大阪市を結ぶ。4系統あり、それぞれ出発地、経由地、終着地が異なる。群馬県と宮城県仙台市を結ぶ、夜行高速バス。 宮城交通と共同運行していた時代の宮城交通担当便は SG ライナーと呼ばれ運行会社によって愛称名が異なっていた。なお単独運行になってからもしばらくは宮城交通の高速バス案内所前から発着していたが2006年10月より仙台駅東口のバスプールに変更となっている。2016年4月現在 旧共同運行先である宮城交通及び仙台側起点である仙台駅東口発着の高速バスのほとんどの路線の発見業務を自宅する JR バス東北のいずれも発見業務を行っておらず仙台側で予約の際はウェブ化コンビニ発券のみとなっており電話予約も当社のみの受付となっている解説当初は前橋池袋線で 西武バスとの共同運行が行われていたが、単独運行となってからは、東京側の停留所を増強、運賃を1900円、高崎、藤岡発着1800円から1550円、川越藤岡、高崎、前橋間950円に値下げして、JR 線、新宿前橋間1940円 IC1944 円に対抗している。 現在は1日6往復が設定されている。予約制だが空席があれば利用化。乗車券、回数券は各営業所、バスセンター、日本中央タクシー各営業所等で発売するほか、車内生産も可能。日本中央バスにとって2番目の路線バス限定免許。東京空港交通と共同運行。 2014年4月現在1日8往復、各社4往復ずつが設定されている。単独運行、1日に往復、契約キウォーク、前橋北前橋駅間は2009年6月20日までの運行。湯の通り旧総合スポーツセンター間は2009年6月21日より運行開始。なお、2015年10月1日ダイヤ改正により、 上野電四角吉岡町役場入口小間寄せ、吉岡温泉、三谷古墳入り口群馬総社駅止まり系統新設。以前は、東武バス廃止の代替バスとして当時北立花、村営バスとして運行されていて、渋川駅と役場を運行されていたが、上、南室と上野原病院を経由して、新壁十字路で終点とする路線になった。しかし、 平成24年11月1日渋川市、板託路線バスの見直しにより、北立花総合支所から坂東橋を経由して、八木原駅を経由して、渋川駅に戻る北立花循環線として変更。新壁十字路停留所は廃止。現在は小室市も箱田線のみ、当時北立花村で新規路線として運行。現在は北小西門へ。 小室集落センター支所西新壁十字路、坂東の湯から循環器病院となっている。2005年9月1日より運行休止。東京都及び埼玉県埼玉市と宮城県仙台市を結んでいた。2011年12月1日より運行休止。単独運行、1日に往復。群馬県内や愛知県内間の往復については、 シルクライナーと組み合わせての往復割引適用が可能であった。2013年2月21日より運行休止。単独運行。2010年4月1日に運行を開始したが、2011年3月11日の東日本大震災以降を運休している。2014年3月1日より運行休止中。日本中央バスの車両は三菱不走、ドイスズ。 昨日の4メーカーとも導入されている。2010年3月末には、東京営業所の高速バス車両にヒュンダイユニバースが2台導入された。中古車は、京阪バスからの導入が見られるほか、群馬から撤退した東武バスやバス事業を廃止した工芸電気鉄道から、路線移管と同時に移籍した車両も存在する。新車では、群馬県内初となる。 ノンステップバスの導入も行われ、近年では、京王バス、ドウア460カムと、西武バス、ドウア460カムと、東急バス、三菱、KCMP747 系で、廃車となったノンステップバスを、中古車として導入している。路線バスでは、ワンステップバスをベースに自転車を積載できる車両も、ある。カラーリングは白地に、金色の帯が標準色となっている。 これは、群馬だから馬、馬といえば白馬、白は、無垢、純真さ、純粋さを示す色ということで、ベースカラーに選定された。帯については、当初は、コーポレートカラーである緑にする案もあったが、実際にデザインしてみると、イメージにそぐわないということで金色に決められたという。2014年11月から、前橋営業所の車両は、前橋ナンバー、 ご当地ナンバーで登録される。高下電鉄シャトレバスの M-1066 が、前橋ナンバーで登録された、群馬22、二3 2 7 9前橋200か4。シャバンは本社及び営業所設の括弧内に示した、アルファベットと数字を、ハイフンでつないだ番号となる。例えば本社、前橋営業所の1085号車であれば M-1085 となる。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。